今ここだな。あっちに標的だ。早く行くぜ。クラフト中だ。2部隊から同時に攻撃されている。注意環境マーク中。裏なんかスキャン検知されない。あ、いや酸欠量ブイヤシャボチェマジこれ何それえ、しかも時間ないんだけど何これえ、ちょっと俺ハマった。大丈夫。釈迦がグリッチしてますよ。ああマジ人すぎじゃない？あの釈迦がえすごい。あ、俺大丈夫。そう上で打てるのじゃああ、でも武器がないんだ。はふざけんな。時間出なかったじゃねえかよ。やばふざけんな。危なマジで。あ、してケイさんこれ見てってして見たらなんかピーンって出ちゃったよ。なんだよ。えぐもビビっちゃったの。見てっていうから見てたらピーンって死んだ。もう最悪なんだけど。時間単位で出るんだよ。バグ。画面見てもらって。見てます。しっかりすごい見てますよ。何もいっぱい欲しい。1個前行く。おーなんだこいつ。回復中だ。被験者を見つけた。いや最悪これ打ちづらすぎだろ。リロード中だ。普通にバレる。いやマジこれ当てすれ。普通にこれフラットラインだったら100倍やったわ。さすがに外さんわ。マジでそこで俺のキルポにならないパターンだけはもうマジでやめてよー。かいほらナイス。そこに投げるアルティメットなんかポータルがナイス。ざまとりあえず取っちゃいますね。あとで渡しますんで皆さんに。皆さんの公約を掲げます。平等回復計画。物資平等計画。ここに私は公約を掲げます。絶対実現。プレイのしやすいスクワットを実現いたします。お！これは俺のものだろう。なぜなら俺が格差を取ったから。進化しマス飛んでった。カップヌードルどれが好き？カップヌードル最高。あ、そうだ俺アカデミーであれした勉強しました。ん？社会の窓勉強しました。社会の窓。社会の窓使ってる人もいないね。死滅したね。死語だね。何死語だね。デッドワードだね。デッドワード。社会の窓じゃなくて、じゃあリアルリアル使える日本語って何？社会もうリアル？もうリアル？うん。ネタ抜きは何？なんだ？なんだ？ドア？それ言わない方がいいね。気をつけた方がいいね。今クリエイトしたかもな。作ったかもな今。確かに。教えてほしい。だからもう社会の窓でしか使わないよじゃあ。まあ使うんだったら。チャック開いてる。チャック。あチャックか。社会の窓とかもう完全に死後だよな。うん。お母さんとか彼女が教えてくれるじゃん。田中君、チャック開いてるよって。いやもう前開いてるっていうかも。あ前開いてる。てか開いてる人なんている？指摘したことないから分かんないわ。生えてる人いないもん。いやでも関さんのチャックがいつもなんか小指一本入る分ぐらいの隙間空いてるのは気になってるよね。あった時に言ってくれよ。なんか絶妙な開き方してんなと思ってるけど。そんな強いの？小指一本分空いてんの俺。これは空いてん。いや、わかんない。あれ、相手のができるんじゃないちょっとパツッとなって洗ってんのか。よくは、ラインがわかんない。こういう言ってくれよ。開いてたの後回落ちしたの結構よく開いてるよ。マジかよ。撮影の時によく。もう最悪じゃん、撮影それ。言ってくれよ。下半身なんか取れる。左、めっちゃ近いじゃん。感謝ティー絶対外に着ていけないから家でしか着てないわ。デザインは正直気に入ってる。正直自分では気に入ってんだけどね。外に着ていけないな。バレるし、うわってなんかおるわって最終部おるわって本物ですかってそのうち言われそう。このマスクつけるようになってから全く言われないな。最後に言われたのいつよ。ナイキ行った時だ俺。店員さんに言われたわ。関さんですか。俺ナイキなんだよね。ナイキスマイルすり込み効果食らっててなんかナイキの靴しか履けない体になっちゃってる。ナイキスマイルのせいでなんか妻の応対をしてたんだけどその店員さんが。俺が行った瞬間なんか足が痛いっつうから靴買いに行ったんだよ。足が痛くならない靴かなんか、まあ、応対してて対応してて俺が行った瞬間なんか急にうわみたいな顔してなんか商品説明してたのに急になんか多分頭真っ白になったんだろうね。うわなんかいるって感じで真っ白になったんだろうね。関さんっていう人は結構多分深いんだよね。 YouTube で見てとかあったらね。そんな多分あんな多分配信とか結構見てんじゃないわざわざ関さんっていうぐらいだから急になんか裏行っちゃってあれってあの人どうしたのみたいな。わからんみたいな感じになって。まあ、多分なんかパニックって急に消えて、後から関さんですかって。逃げられた。最初。虚空入ってった。